S 美真紀子引退の原因はなぜ？今後は、離婚や不倫も調査。女優やタレントとして活躍している S 美真紀子さん50が突然の引退を発表されたことが話題になっています。その理由については S 美さんは代理人の弁護士を通じ報道各社にファックスで発表されておりますが、いろんな憶測が飛び交っているようです。離婚や不倫など巷に広がる噂も含め真相を考察してみたいと思います。 S 美真紀子の引退表明の節。今回の引退に際してファックスでその所存を表明された S 美さんですが、その内容を要約すると以下のようになります。芸能活動を引退させていただく所存であることは事実。30年間エンターテイメント業界において活動させていただき感謝しているが、子供の誕生も成長も仕事をしながら歩んできたので一度立ち止まり、今私にしかできないことを選択し専念する時期だったと考えた。不倫を行っているとの報道がなされるようだが、相手とされている方とは投資金の返金交渉の相手方として交渉のためを愛しているのであって、不倫関係などには断じてない。事実無根の報道に対しては法的措置を準備中。夫との別居については事実だが、双方の仕事や生活スタイル上の便宜のためであり、夫婦関係が悪化したという理由ではなく、離婚の予定もない。といった内容となっています。デビュー30年という区切りの年と子育てのための決断であり、不倫や離婚なども完全否定といったところが重要なポイントでしょうか。S 美真紀子の不倫の噂について。そんな不倫を否定している S 美さんですが、噂では明日の週刊誌にその情報が発表されるということです。詳細については調査中ですが、判明次第追記いたします。それにしても週刊誌の発売日と引退の日がタイミングよく重なりすぎだと勘ぐってしまうのは私だけでしょうか。今後も詳細を追っていきたいと思います。S 美真紀子の離婚は、そして現在の S 美さんの旦那さんは誰かというと、平野誠さんという方だと分かりました。フジテレビジョンドラマ制作センター所属のテレビドラマ演出家で、ヒーローやショムニ、ヤマトナデシコなどに携わった業界内では有名な方だそうです。こちらの夫婦仲についても近況を調査してまた追記したいと思います。これからの活動や芸能界復帰の可能性など気になることがたくさんある今回の引退発表ですが、今後も詳細の発表が待たれますね。